皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2ようこそ。アロハニューホープ横浜の牧師をしています、タンタンこと山口竹春です。今までこの番組の MC を務めてこられた、ジン君に代わって今日はピンチヒッターで呼ばれて MC を務めます。どうぞよろしくお願いします。皆さんどんな賛美ライフを送っているでしょうか。賛美というのは日曜日の礼拝だけじゃなくてね、私たちの生き方そのものだと思うんですけれども、この我が魂の賛美シーズン2、今日もですね、素敵な今をときめく、ゴスペルシンガーアーティストをお招きしています。Jesus Christ, He
こそ中川さん、2回目の出演ということで、はいはい、ね、2回も遊びに来てしまいました。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。もう何度でもいらっしゃってください。あ、本当ですか。まあ、僕も今日初出演なんで何とも言えませんけれども、はいね、1曲目ギブサンクス、素晴らしい、ね、はい、歌をお届けしてくださいましたけど、もともと中川さんとこう音楽の接点ってのはどんな感じだってスタートしたんですか。はい、3歳の時からオルガン教室に3年間行って、うん、でその後エレクトーン科かピアノ科かに分かれるんですけど、うん、まあ、ヤマハのシステムですけど、うん、それでエレクトーン科に行って、うん、習ってましたね。なるほどね、はい。まあ、その時のなんかどんなエピソードがあるんですか。あ、いや、オルガン教室は団体レッスンだったんですけど、うん、先生の手がね、大人だからこう血管っていうか骨が見えますよね、うんうん、で子供の手はぷよぷよしてるから見えませんよね、うんうん、でそういう先生の手に憧れたりとか。なるほどね。そうマニアックですね。そうです。あと、まあ、つまんない時はこうお稽古箱みたいな鉄板っていうかクッキーのカンカンのような箱があって、うん、その中にお道具箱っていうか、うん、カスタネットとか入ってるんですけど、うん、ひっくり返すと五線譜が書いてるんですよ、うん、でそこにマグネットでどのところ置いてくださいとか言って先生に言われて置くんですけど、うん、そのマグネットを鼻に詰めたりとかしてで確かね4個ぐらい詰めて。なるほど。で取ったら鼻血が出たというね。授業中断そういう。なるほどね。そんなね鼻血騒ぎを起こしたヤマハの伝説的少女が、はい、今やギブサンクスを歌うとい う、ね、神様。神様って本当に憐れみ深いですね。そうですね。まあ、そのようにして音楽の人生がスタートしたわけですけどもね、はい、そしてこう思春期あたりなんかはどうだったんですか。思春期はですね、好きな中学校の時の先輩がオフコースを聴いていて、うん、小田和正。そうですね、暗いですねドロドロの歌詞結構人声は素敵ですけど、ね、なしは内容は結構、うん、大人の恋愛のドロドロが多いんですよ、ね、それで私はちょっとあんまり理解できなくて、なんで先輩こんなの聴いてんのかって思ったりなんかしてで、まあ私はユーミンを聞いてたんですね。なるほど、ユーミン派だったんですね。はい、中島みゆきも聞きましたね。そう言われてみれば、はい、確かにちょっとその DNA が入ってる気もしますね。ああ、そうですね。一回ユーミンと握手したことあるんです。あ、そうなんですか。興奮して熱出しました、うん、次の日寝込みましたね。なるほどね、はい。じゃあサイリンのイエス様と会ったらもう大変ですね。すごいですね、鼻血出しますねまたすいません神様。そんな、なるほどね、はい、そんな感じで、じゃあ中川さんの人生に常にこう音楽というものがね、はい、一緒にこう寄り添ってきたというか、まあ、二人三脚で人生歩んできたようなところがあると思うんですけどね、はい、そこからこのユーミンからオフコースからどのようにしてこう賛美という方にねこう向かっていったのか、そのターニングポイント何だったのか。当時20代後半はまあ卵の、みんな友達が卵だったんですね。女優の卵とかタレントの卵とかいろんな卵がいて、でその卵さんたちの中での一人がワークショップ、横田の基地の、ゴスペルのワークショップに誘ってくれて、それでゴスペルのに行ってしまったのがきっかけですね。そう、それは無料でやってくださる、うん、ワークショップ で神様は私がタダが好きっていうのと、あと終わった後にご飯が食べをもらえるんですけど、うん、ご飯が好きっていうの、うん、と音楽っていうその3つを神様は知っておられて、それでまんまと引っかかりましたね。なるほどね、はい、やっぱり伝道にその三拍子は 大切なんですね。あ、大事ですね、うん、はい、タダとご飯と音楽。なるほど、ご覧の皆さん、牧師の皆さん、ただとご飯と音楽です、うん、ついてきますよ、よろしくお願いしますなるほどね、はい、そういうことで、じゃあそこからそのワークショップがでもきっかけで、はい、神様を賛美するというふうにね導かれていったわけですね、はい、でも全然スムーズにいったわけではなくて、最初その、まあ、黒人の人たちが多い教会だったんですけど、彼らの歌を聞いてどうしようと思いました。っていうのは、その私は歌手として歌手になりたい、うん、歌手の卵ちゃんだったんですけど、うん、という私は、まあ、
好きな人のへの歌だったりとか、友達への歌だったりとか、まあ人間に対しての歌を作ってますよね。でも神様に向かうっていうことをしたことがなかったので、彼らの歌は何なんだろう、その彼らが泣いて癒されるあの過程をそのゴスペルのワークショップで見るわけですよ。例えばそのワークショップの最後はどうしても礼拝になっていっちゃって祈りになっていくんですね。そうするとみんなもうあの派手に泣いたりわめいたりあの走り回る人もいるんですよ。で私はうわ気持ち悪いもついていけないな、もうそろそろご飯も準備できてる頃だからもうご飯の部屋行ってみようって思ってご飯取りに旅に行くじゃないですか。でそうするとさっきまで泣いてたはずの人がものすっごいすがすがしい顔して、もう8時とか9時とか夜回ってんのにチキンやら赤いジュースとか黄色いケーキとかをバックバック食べてるんですよ。なんじゃこりゃ、あんたさっきまであんな泣いてたじゃん、でももう神様に癒されて、本当になんか心の底からジョイっていう感じで、もう本当にコレステロールたまりそうな食べ物をガツガツ食べてる姿を見て、なんじゃこりゃみたいな。そういう意味ではじゃあ今までの音楽と全く異次元のね、その音楽に出会って賛美というものに出会って、まあ衝撃を受けたわけですね。ものすごい衝撃でしたね。でも神様はあの私は全然言うことを聞かない人間なので、もう見せる、もうその全然自分が愛入れない文化、異文化に神様は置くっていうことをなさいましたね。すっごい辛かったです。あの本当にあの別に人種差別ではないんですけども、あの本当にあの中に日本人の中にはあのブラックのアメリカの方をリスペクトして、本当にそのファッションとかもう真似する人いるじゃないですか。私は全然真似したくないタイプなので、あのそうならなくちゃいけないのかなって、その神様に会って変えられるっていうことは自分をなしにしてしまわないといけないのかなっていうのがすごいあの葛藤してましたね。もう洗礼を受けてからあのじゃあ何か教会で奉仕できることはないかと思って、まあ歌しかないからと思ってその教会の聖歌隊に入れてもらったんですけど、あのでもやっぱり自分の訴えたいスタイルとは違う中でどうしたらいいんだろうって、でもまあ、 あのゴスペルを歌ってるのは楽しいんですよ、楽しいんですけど、でもやっぱり自分の母国語じゃない、自分のその慣れ親しんだヤマハのリズムでもない、どうなっちゃうんだろう私はっていうのがずっとありましたね。ね、まあそういう中でじゃあ次はオリジナルの母国語の、ね、はいはい、そして普段ここで MC を務めている佐々木純くんと一緒に作った曲、愛の波、じゃあ聴かせていただけますか。あ、はい、お願いします。Thank you.
私は、1998年に、横田基地の、イーストチャペルというところの、ゴスペルワークショップでクリスチャンになりました。当時私は、歌手になりたかったです。そして2006年に神様にその音楽の賜物を全部明け渡しなさいと言われて、もうお金のためには歌いませんと当時言ってた教会のみんなの前で、告白し、そして、その音楽の活動を当時やっていた世の中でやっていた活動を全部やめました。でそれから本当に2007年はどうやって生きたらいいか分からなくて、もがき、まあ、そのままずっと今に至ってきたわけですけども、2006年に神様から言われたのが、お前はまだ世が捨てられないのかとか、お前は世に出たらその栄光を自分に返してしまうって神様に言われました。それで私は一生懸命神様に、いや私はもう神様のためにゴスペルの教室も開いたり、神様のためにライブハウスで歌ったりしてるんですって言い訳を一生懸命したんですけど、神様は、いや違う、お前の心はお前の栄光にあるっておっしゃいました。そして、本当に自分はもう歌っちゃいけないんじゃないかと思った時期もありました。で、新命記の7章の一節に、約束の地に入るヨシュアたちが7人の、異国の人たちがいるっていうことを知らされるんですけども、その中にカナン人っていうのがいて、そのカナン人は、霊的悪い例で言うとポバティの、
貧困の霊を持ってるっていうことを教会で習いました。で、私たちそのポバティっていうのは貧乏っていうだけじゃなくて、その自分の賜物をもう諦めてしまう、もう使わないっていうのも貧困の霊に属すると私は習いました。なので私はまた立ち上がって、今回この CD を作りました。ですね、本当に前からいつか私がアルバムを作るんだったらこの絵描きの人にイラストをお願いしたいとか、あとこの人にピアノを弾いてもらいたいとか、もうずっとビジョンはありました。でも恐れが同時にありました。でも神様は明確に私に、誰にコンタクトをしなさい、どうしなさい、ああしなさい、本当に細かく指示してくれて、そしてこのアルバムが出来上がりました。だから皆さんも2014年諦めないでください。本当に神様やってきます。これからマラナタという歌を歌わせていただきますけれども、本当に皆さん一緒に神様、イエス様の再臨を準備していけたらと思います。よろしくお願いします。私はどんな時でもあなたを賛美します。マラナタ主よ来てください。私の救い主、私はどんな時でもあなたを仰ぎます。神の子羊イエスは憐れみ慰めのお方。その日は来る、全地はおののき震え上がる。私はどんな時でもあなたの言葉に立つ。神の子羊イエスは主の主王です。
はい、ありがとうございました。 ありがとうございました、愛の波というね素晴らしいタイトルの曲、はい、内容も素晴らしいですね、はい、実は僕4人娘がいて、はい、長女の名前がまさに愛の波と書いてアイナなんですね、はい、なので余計なんかこう感情的になりながら感情をこう入れながら聴いてしまいましたけれども、はい、これはもともとどういう形でこの曲が純くんと一緒にこう生まれていったんですか。この曲はですね、もともとあのイカラシさんというあのイカピーって言ったらいいのかな、 もっと皆さん分かると思いますけど、彼 の娘さん、三女 の愛の波って書いてエリナちゃんっていうあのお嬢さんなんですけど、あのエリナちゃんが、震災後にあの震災のこととは無関係、まあ、関係ないんですけども関係なくあの天に召されたんですね、でそ のでもあのエリナちゃんはあの生前あ生まれる前にあの本当にこの子が本当に愛の波を流すあの本当に中心人物となるというか、あの本当にその日本にとって彼女の存在が大きいという予言をもらっていたそうです。でそういうエリナちゃんが、まあ、天に召されて、でそれからですね、なんかあのジュンさんがあのエリナちゃんのことを忘れないためにもその本当に神様の愛の波という歌を作ろうよって言ってくださって、それで私はちょっとあの最初そんな人様の娘さんの曲をどうなんだろうかって思って、でもあのイカラシさんもどうぞと言ってくださってあの作ったんですけども、あのでもやっぱりこう神様の愛は絶対変わらない、だけどやっぱり本当に実際に波で自分の家族を亡くされた方々の前ではなかなかまだこの曲は歌えなくて、それで作ったのは2011年の5月とか6月5月にエリナちゃんが転任されて、それから作ったんですけども、しばらく歌っていなかったんですね。あのレコーディングは したんですけど、でもこれから2014年、まあ、震災にあって3年目を迎えますね。でもやっぱり私は全然被災地の方々の中に私も親戚もいないですし、何か自分が損をしたとかもう何かを失ったというわけでは全然ないんですけども、本当に私も皆さんの気持ちなんか本当に計り知れるものではないですけども忘れてませんという思いで、今なら歌ってもいいかなと思って、この出演のお話をもらった時に、神様どの曲を歌ったらいいですかねって祈って、それで今日歌わせてもらうことにしました。はい、頑張ります。今日はありがとうございました、はい、ニューヨークに拠点を移してもますますご活躍なさること、そして家が与えられること、はい、お祈りしています、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。我が魂の賛美シーズン2、ご覧の皆様いかがだったでしょうか。番組へのご感想やご意見がありましたら、ぜひホームページやまた電話ファックスでご意見をお寄せくださいますようにお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。皆さんの賛美が豊かな賛美ライフになりますようにお祈りしています。 God bless you。 ありがとうございました本当に